さあ今度はこの場面で阿部がランナーを返せるかどうか、ここが欲しいですね、この場面でね、バッター有利なカウントになってきています。1、2、0回破ってきました。3塁ランナーの強打がホームに帰ってきて、ドラゴンズ1点追加、3点目、3対1、リードが広がりました。まさに回で作ったチャンスで上位が返していきます。この1、2塁間を大きく空いたところをね、なんかこう狙ったように打ちましたよね。綺麗にその1、2塁間の真ん真ん中、はい、もうナイスバッティングですね先ほどはタイムリーを放っている阿部、アウトローを外れてワンボールです。3点取ってゲームをひっくり返したドラゴンズがこの4回また得点圏にランナー進めて、これで 2、3、4と3イニング連続で得点圏のランナーです。センター返しはヒットになります。根尾は3塁蹴って止まります。あっと送球が乱れているが、しかしここは自重します。阿部がしっかりセカンドまで行きましたよ、はい、ワンアウトランナーなし。そして阿部が打席に入ります。ピッチャー返しはセンター前に抜けていきます。今日3本目のヒット、阿部が一気に上げてきましたね。いや本当ですよね。いよいよ開幕が近づいてきて、今日3安打で状態も上がってきました。で阿部に代わってピンチランナーが出ます。ダイソー高松が起用されます。